三省大数アナウンサーが10月6日に38歳という若さで失去されたことが10月4日に報じられました。この知らせは多くのファンや同僚に衝撃を与えています。テレビ総費の広報部は彼の死因が病死であることを確認し、これよりお買い闇の焼きを表しました。神奈川県行書家市で生まれた三省アナは西大伝大学スポーツ科学部を卒業後、2009年にテレビ総費に入社しました。彼のキャリアはスポーツを主軸にした活動で構成されており、特にワイド、スクランブルやズムアイアスといった番組での存在感は極立っていました。特に彼が実況を担当したワールドプロレスリングや熱闘家資源、WBC、ワールド、ビースボールクラシックなどの瞬間は多くの視聴者に深く刻まれています。最近ではパリオリンピックにも派遣され、バスケットボール、バドミントン、エイティスティックスイミングの実況を担当していました。家の実況は感情量高で、スポーツの熱を伝えるものでした。また彼のプロフィールには地元のラメンムでの死後が幸せの瞬間であると答え、家族や友人とのつながりを大切にしていたことが思えます。その姿勢は彼が伝えた数字の歴史的かつ感動的な瞬間に寄与し、多くの人々に愛された理由です。亡くなったという仕事は私たちに彼の攻撃を改めて振り返るきっかけを与えています。三省大数アナウンサーの死はテレビ界のみならず、彼を持っていた多くの人々にとって大きな損失です。予期せぬ別れに彼を知る者たちは涙を流しています。今後も彼の業績は私たちの心の中で生き続けるでしょう。そして彼が愛したスポーツの場で彼の実況が変く火を出るばかりです。